はい、どうもカボです。今日はですね、ちょっとこのカメラ用ジンバルのウィービル S のですね、ちょっとバッテリーホルダーの開け方を映像にしようかなと思って、ちょっとそのコツをご紹介しようと思ってます。ですね、まぁ、ちょっとこの商品に関しても結構前に発売されてるジンバルなので、もうご存知の方多いと思うんですけど、ちょっと寒くなったからなのか乾燥してるからなのかわからないんですが、ちょっと使おうかなということでバッテリー充電しようと思ってバッテリーホルダーを開けようとしたんですね。バッテリーホルダーってこの BBLS って書いてる下のところにあるんですけれども、ここがそうですね。で、なんか全然開かなくてなんか力が入んなくて、スライドさせて開けるっていう方法を取るんですけど、全然開かなかったので、まあ、もしかしたら同じ悩み持ってる方いるのかなと思ったので、一応ちょっとコツを映像にしとこうと思いました。でね、本当に、まあ、すぐ外れるのも困るんで、ある程度硬さはいるのかなと思うんですけど、全然開かないんですよね。一応バッテリーホルダーのここにギザギザがあるので、ここに引っ掛けて開けてねって感じなんですけど、まあそれがちょっとうまくいかないので、なんかいろいろ調べてたら開け方がコツがあって、ですね、もうやりますね。ちょっと手でやると本当に硬いんですけど、手ありますよね。手をこう当てる、でここを掴んでこのまま右にスライドさせると取れるというコツがあるみたいですね。なんか昔開けた時開いたんですけどね、こんな楽には方法があったのかっていうのがちょっと自分の中で感動したので、まあ、今回は映像にしてみました。まあ、もしね、バッテリーホルダー開けるの大変だよっていう方、悩んでるよって方いたら、このやり方いいと思います。そう、手のひらので押し込みながら指を引っ掛けてスライドすると、そうすると簡単に取れます。はい、まあちょっと久々使おうと思ったらバッテリーホルダーが取れない問題があったので映像にしてみました。